アメリカ・カナダの標準時、地図外の地域夏時間は3月の第2日曜日午前2時から11月の第1日曜日午前2時までの期間。ニューファンドランド標準時は協定世界時を3時間30分遅らせたカナダのニューファンドランド等々の地域の標準時であるマイナス0330のように表示する。この時間帯はカナダのみで使用されている。法的には ニューファンドランドラブラドール州全域がこの時間帯に属するが実際にはニューファンドランド島とラブラドール地方南東部のブラックティックルより南の地域でのみ使用されている。ラブラドール地方のそれ以外の地域では大西洋標準時が使用される。この時間帯はかつてニューファンドランド島が独立した植民地であった頃の名残である。1963年に 州政府が他の大西洋諸州と同じ時間帯に移行する計画を立てた際、住民からの強い反対があり断念した。現在、ニューファンドランドラブラドール州は全域で夏時間を採用している。2007年に北米の他地域と同様、夏時間の延長を開始した。カナダの大部分より最も早い独特な時間帯のため、 ニューファンドランド島はしばしば注目を浴びることがある。例えば、ハリーポッターと謎のプリンスやヘイローには、世界で最も早く発売した地域として、注目を集めた。h t t p w w w a s s e m b l y n l s a r e g i s r a t i o n s r s t u t e s s 2 3 h t m ありがとうございます。